いやあ、もしかしたら今日で奴を倒せるかもしれません。魔王をね、武器に願いを最終回かもしれない。刹那圭介です。やっていこうか。まずこの日のダメージにもよるんよな。600超えといてほしいけど、どうかな。あ、600超えとる。いいぞこれ。638。今まで620なんぼってことは今日で倒せるんちゃうん。これいけるんちゃうん。これいけるかもしれんぞ。これ最終回か今回。25に、ここ25ってあるけど本当は26ね。26日目でな。ババって言うほど年取ってないけど。長年連れ添ったこいつとも別れることになるんだろうか。連れ添ったってそんなに話したわけじゃないけどな。イチャイチャしよったわけじゃないけどさ。ロングソード、いつものフォーメーションでビシッと決めたい。今日は属性付きがバランスよく売れる日なんよね。だからもう属性付き総動員。あ、この辺のランスは適当に散り混ぜてよく程度にしておきます。あ、でもロングスピアの一発の決定打に決定打にな、3300円、高いけんな。置いといてやろう。いつしかバスタードソードは店に並ばなくなりました。ちなみに今日はあれだ、掃除に専念できるけんね。レジ係がおるけんね。集客、客が倍来るんやけんね。結構でかいんですよ。ほんとに倍に来よんこれ。これ倍来よる。ちょっと出だし悪ない？倍来るってか言わんかった？はい、働いて働いてレジ。はい、レジ働け働け。俺も働かんかったら武器置かんかったらあかんね。ちょっと忙しいな。忙しいに変わらんな。アイドソードこれ。あ、ちょ、ごめん。あ、客が多く来るってことはその分ちょっと置く量が多いってことじゃない？お考えたら難しいな。このちょっとお客がこん時って怖いよな。本当に2倍来るんかなって。単純に2倍来るとは限らんと思うんやけどさ。でも今日でもしかしたら魔王を倒せるんですよ。それ考えたら来てくれってちょっと思う。心の中から緊張感があるんです。やばい緊張感あるんです。サムライボーイっていうほどの若い見た目じゃないな。どれにしよう。次、せっかくスピア作ったんやけど、スピアも置いていこう。それがいい。サラマンドソード。なんでこんなところ汚れたん。お前ってわけだ。ここで飯食いよった、もしかして。レジしながらもう飯食いよったか、お前。何、飯は先に済ませとけって言ったでしょうが。おおどんどん売れよる。いいぞこれ。なんかいいぞこれ。なんか気持ち的に乗ってきた気がする。緊張感はまだ残っとるけどいい気がする。もう今日で魔王が倒せるっていう気分がもう息と。しかし魔王を倒したらおいおい何をすればいいんでしょうね。緊張感があります。この生活に緊張感を持っていますが、今はとりあえず目の前のお客さんをなんだろうな、対応することに集中しましょうって。もうちょっと緊張しすぎて置く武器も頭の中でポンポン考えずにポンポンやってる。そして210、閉店間際の購入落手。
そして今日は終わる。わあ、お客やっぱたくさん来たけん数が多いし値段も多いぜ。こうなると魔王を倒してくれたんちゃうかな。もう寄り道せずにギルド戻るんよね。そして今日は何の仕事もせずにセーブだけして次の日を見るというね。猫たやったかもしれんよ。さてダメージの結果は780、残り HP、 魔王沈黙しました。おう、戦いよ戦いよる。魔王こんな声な。魔王こんな声な。なんかもうちょい人間味のある声かと思ったんやけど違うんや。どうなったん。魔王を倒し国は平和になった。そして人間は武器を必要としなくなった。いいことや。それでも武器屋は武器を作り続けた。人間は武器を邪悪なものとして憎み、それを作り続ける武器屋を軽蔑した。あかんで。何お前、お前ら魔王が消えた瞬間何俺のことを軽蔑し始めとんなだ。魔王がいなくなった今もなぜ武器を作り続ける。誰やねお前。思う存分儲けたじゃないか。確かに家事の腕は認める。しかし人として認めることはできない。はあ、魔王を倒したん俺の力あってこそじゃないの。なぜ武器を作り続けてはいけないのか。ちょっと待って、なんで俺こんなとこ入ったん。さあ早く、お前誰、話は後です。出してくれるタイプの人やなこれ。え、何これ、私の後についてきてください。はい、行きます行きます。これ自動で動いてくれとる。何この超展開。え、武器に願いよ、こんなゲームだった。雨降る夜てか誰、おっさん、おっさん誰、勇者の方かい。あー、ちょっとすいません、飛ばしてまた飛ばしてしまった、すいません。我が愛国騎士団も役目を終えた今となっては邪魔者扱い。あー、すいません、本当すいません。なんか多分 Z を押したら次飛ぶんでしょうねと言うた習慣、押して習慣なんか出てくるんですよ、文字が綺麗にね、測ったかのように。この計画にはどうしてもあなたが必要です。この計画で部分飛ばしてしまったけどね俺。おこち向いた。我々の思想はあなたには求めません。ただ我々の国で武器を作っていただきたい。あなたは脱走犯となってしまった。お前のせいやろうが。お前が脱走をさ、脱走を進めてきたんやろうが。あなたは我々と共に歩む道しかないのです。はめられた。これ絶対はめられたパターンや。あなたは悪ではない。 お前が悪じゃ、そりゃお前が悪じゃわだ。何をお前勝手に俺のこと脱走させたんだって話やもん。あなたが作る武器で人々を救うのです。おう、なんかお前悪って言ったけど結構なんかいいやつのような気がしてきた。なんなんだこれは。なんかすごいとこ来ましたよ。なんかすごいとこ来ました。これが新しい街ってことなんかな。まさかの新しい展開始まりましたけど、え、何これ、魔王を倒してそれで終わりじゃないんじゃ。え、何これ、ちょっとお気持ちの整理がしたい。
ちょっと話しかけていこうか。あ、コンサルティングのおっさん、なんでお前こんなとこおるん。あと、ちょっと気持ちに整理つけさせて。で、お前事業拡大のおっさんで、俺の店まだあるん。こっちの方で俺の店用意してくれとん。え、なんなんそれ。すごすぎるやん、お前。依頼させてくれるようになっている、20件も。すごいな。ワオや。お、千と千尋。レベル3でなんか、取る金額高なってない俺、ほら0円。あ、そうか。捕まっとったけん、持っとった150円すらもう奪い取られたんじゃ。150円奪って何使ったんや、あいつら。スーパー主婦。多分俺、その掃除レベルを買われて、牢獄の掃除もさせられたんだと思う。なんかキャラが濃そうなんか出てきた、これ。僕は、守るくんです。あなたのお店を万引きから守ります。こんなやつおるんじゃ。万引きされた覚えないけん別にいらんけどな。あ、間違えた。お金が足りない以前に持ってないわ、俺。また、取引しませんか。取引の人までこんなところ来とるし。持てないですね。ビックリマークのやつ、気になるな、お前も。話は伺っております。回転資金です。お受け取りください。ありがとう、5万も。ただし、売上の 5% をお納めください。あ、そういうタイプだった。そういうタイプだった。そういうタイプだったんや。やっぱ、うまい話には裏があるっていうことわざあるもんな。今作ったわけだけやけど。この戦争で、家も家族も失いました。魔王との戦いか。私に残っているのは、この秘伝書だけです。秘伝書？秘伝書をお譲りする代わりに、ルーンソードをいただけないでしょうか。持てないわ。そんな持てないわ。お前何、ただでくれるんかと思ったら、ルーンソードとかいうすごい高級そうな剣、もらうぞって言うね。お前、そういうタイプ。そういうタイプのやつ、お前。トレンド野郎がこんなとこにもおる。明日はサラマンドソードなんや。ちょっと気持ちの切り替えができてないです。はい、両アイテム情報の人、知らん名前のやつある。怖い怖い。何これ、 BGM の人、この前のやつとは全然違う BGM 流れとる。何が戦争だ、バカ野郎。戦争は終わったんやけど、終わったら終わったで、人と人との人の間の戦いが始まったような気がするな、俺は。我々愛国騎士団は祖国から追い出され、新たな国を建設しました。あ、その国にここ、その国がここだったんじゃ。つまり独立したって感じなんだな、追い出されたもので。しかし祖国は我々の独立を阻止します。誰も戦争などしたくはありませんが、仕方ありません。この戦いは未来のための聖戦なのです。マジでか。マジでいいよ、お前。なんで魔王を倒して人間同士で戦わなあかんようになったの？私はあなたの武器のファンです。ファンおった。お前めっちゃ要求してくるやん、お前。ファンやけんってお前、ズーズーしそう、お前。ああ、かす、お前。こういうタイプの人、ここにもおるんやな。わ、ダークルピー。わあ、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 わあ。わいらは、レアアイテム探検隊。レア武器の素材を探せでござる。調査料。ちょっと、調査しといてもらって。あ、お金めっちゃ減った。当たり前や。ちょっと調子の夜。ちょっと、この国でちょっとやっていけそうな気がする。この国でちょっとやっていけそうな気がするわ。この国の人は温かい気がするわ。猫とお前も、お前、あのギルドの人の粋な計らいでこっちに連れてきてくれたんじゃ。よかったよかった、よかったな。
新しいところか。お、お前嬉しいか。お、嬉しいやな。新しくここで働けることが嬉しいやな、お前。そっか。まだ俺には居場所っていうのがあったんやな。うん。ならば、人間との戦いか。その戦いに、俺が終止符を打てるか？打てるんだろうか。人間編ってあるで。人間編やって。魔王との戦いの後は人間との戦いってことか。わかりましたよ。やればいいんでしょう。人間との戦いに、俺が敵側に一泡吹かせてあげますよ。というわけで武器に願いを、とりあえず魔王編の方を最終回出させていただきます。ご視聴ありがとうございました。週明け。